我々が一番時間のかかる計算プロセスといったら何かというと、実は人生です。右に行ったらどうなるか、左に行ったらどうなるか、そういうことを悩みながら日々過ごしています。1の両者の組み合わせ、それを同時に比較することができるという性質に注目して、量子アニーリングという計算手法、それを編み出しました。得意技は最適化問題を解くということです。右に行った場合は渋滞があるのか、左に行った場合は渋滞があるのか、シミュレーションしながら、そしてどっちの道が正しいのか最適なのか、それを瞬時に教えてくれたらどうでしょう。流れ、物流も含めてですが、いろんな構造を最適化することができるはずです。そういう問題を包括的に取り扱おう、量子アニーリングの力を借りて最適化問題を解決することによって、それを目指します。この方程式の解はこういうふうに虚軸状に並びます。これが実は指数関数、複素数での指数関数というものと密接につながっていて、しかもそういうようなことを考えていくと、複素数に対する指数関数っていうものがたくさん広がっていくんですよということが出てきます。行ったらダメだ、じゃあ左に行こうっていうことができないので辛い。だからずっと悩み続けます。選択選択の連続です。解け、数学的に定式化して、それでプログラムを組んで回した結果がこちらです。情報が少なくても数学上、計算上工夫をすれば本当の姿を見ることができます。じゃあこの二次元画像3枚から少ない情報から3次元の完全なデータを復元することができたらどうでしょう。幸せです。そして3次元というのはやっぱり皆さんに驚きを与えます。できちゃうんですよ。なのでもしも御社でデータが足りなくて困ってる、解析をしたい、本当の姿を見たいっていう情報があったら、ぜひとも協力させてください。ブドウ糖を入れました、全身に行くのかなと思ったら、主要部分のところで乳酸に直ちに変わっている様子が見て取れます。今まではこの計測方法ではこのアニメーション化に成功することはありませんでした。センサーから取られたデータ、欠損があったり不十分であったりするでしょう。だからセンサーの技術をもっと向上したまえ、そういう発想に行きがちですが、そのセンサーのハードウェアの高性能化プラスソフトウェアとして最適化問題をうまく解くことを考えてみてはいかがでしょう。こういう問題を解決したいというのがいくらかあると思いますけれども、そういうものもこの最適化問題をクリアする新しい技術、そして新しい視点によって解決して、社会全体の最適化に挑んではいかがでしょうか。人生の最適化ができたらどんなに幸せでしょう。いや、人生なんて最適化できなくてもいい、面白くないから。